真田信ノブは、江戸時代前期の上野沼田藩の第四代藩主。父は、真田新吉。母は、即室で、真田ダ家家臣与田氏の娘。信ブ氏の名については、公実実名についてを参照。以下、本校では、実際に名乗ったとされる信直で統一する。信直は、真田信之の所長氏である新吉の次男として生まれる。当時の沼田三万国は、 独立した藩ではなく、松代藩の分領であった。沼田は、新吉氏後、信長の兄の熊之助が統治していたが、寛永15年に幼くして没した。当時は信長も、平吉を名乗る三歳児だったため、信長のおじにあたる真田信政が相続した。信長には、沼田領のうちから、利根郡小川村に五千国を分与され、小川城跡の二の丸を陣屋として、 官永16年から明暦3年まで母親と共に居住した。明暦2年、祖父の松代藩主、真田信幸が隠居したのに伴い、沼田領主であったおじ信正は、本家松代藩を相続し、沼田領は代わって信直が領有することになる。信正は2年後の明暦4年2月に死去した。松代藩はまだ存命だった。隠居の信幸の決定により、 信正の子の行動を、後継者とし、幕府に届け出た。一方で信長は、自身が信行の長子、新吉の子であることを理由として、佐田家の松代藩の正当な後継者は自分であると幕府に、訴え出て、行動の本藩相続撤回を求めた。信長には、性室の実家の土佐藩や老中、坂井田滝信行の長女光田県伝の突ぎ先である。 高力士が後ろ盾となり、大規模な家徳騒動を展開したが、6月、幕府は行動をもって、松代藩の後継者と最終決定した。この時、幕名により沼田領は、松代藩から分離独立させられ、信長を藩主として、沼田藩として立藩した。これ以降、信直は十万国の松代藩に対抗するため、漢文二年より、領内総検地を断行し、 表高3万国に対して、実高14万4000国を強引に打ち出し幕府に報告した。後に沼田藩海域後、幕府が再度検知をしたところ、実高は6万国に過ぎなかった。当時の幕府は各藩に対し、申告された国高に相当して、参勤交代の行列規模、お手伝い武を命じる制度になっており、 実だが6万国の土地の収益から14万国相当の、これを満たすために、効率の年貢をかけられた沼田領民の負担は、深刻であった。また、江戸の判定も松城判定に引けを取らぬ、豪奢な作りに改装したため、領民は重税を強いられた数のが死者を出すなど、ますます急防していった。遠方八年、信長は、両国境会衆の溶材の調達を、材目賞。 大和屋から受け負った。しかし、折からの台風により、利根川、片品川が氾濫して溶剤は流出し、翌天長年10月の納入期日に間に合わなかった。さらに同年、長年の領民の怒りが、杉木茂左衛門の直訴という形で紛失した。11月、沼田藩は幕府から地性不良、納期地帯の攻めを問われ、改役された。信長は、 山形藩奥平家にお預けとなった。長男の新恩は、赤尾藩浅野家に、次男の源三郎は、郡上藩、遠藤と小春に、三男の劇、四男の辰之助は、上田藩戦国家にそれぞれ、お預けとなった。また一説では、辰之助は、長尾目の養子となり、はじめ真田修理助の明、後に、千草リズと名乗ったとも言われている。なお姫もまた長尾の養女となり、 九行の小賀の道政に嫁いでいる。翌天な二年正月には、幕府の命令によって、沼田城が破却され、堀も埋められた。その後、信長は、奥平家の宇都宮への天保に伴って、山形から宇都宮に移り、同地で没した。去年五十四長男の新聞は後に許され、旗本として千病を与えられたが、無次絶景で海役となる。 一門の真田信夫がその名跡を継ぐが、信夫のこの政権の不行跡のため、改役追放となる。この時、父、信夫の兄弟の信清も連座して、改役となった。実名は、一般的に、信利で知られるが、漢文十年まで、信住、遠方二年まで、信利、翌年から、信直と改名しており、信利と名乗ったことは一度もない。信年の名は、 完成重所所下布、徳川美木に見られるが、信年とお手通りする際の共通項がある以外、信年名乗りを使用した資料は未だ見出されていない。ありがとうございます。